さて、さて、本日取った魚はこちらです。はい。スジアラ、スジアラ、スジアラ。今日は前代未聞。はい。スジアラのカレーを作りました。スジアラ、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 赤旗、スジアラ、赤旗マジする。みんな、はい、お玉いっぱい。ありがとうございます。お玉いっぱいです。とりあえずね、つまみね。尾崎さん、どうですか。うまい。どう。ああ、これは前代未聞。うまい。受けるうまい。スジャラカレーめちゃめちゃうまい。おはようございます。今日も晴れ、最高の天気。今日は魚つきは最終日になりますね。はい、最強スポット。今日がいよいよ主がいると言われる。そうです。北のね、聖ポイント、最強スポットに行きますよ。行きますよ。主取っちゃいますよ。落ちた。龍馬帰ってきた。おお。すごい。おお、でかい、でかい。今回一番でかいかな。65。うん。70。うん。70近いかな。かなり力が強くて根に潜られてます。水深15ぐらいかな。頑張って取りに行きます。何メートル？いや、そんな深くない。スカーガーが終わる。あ、しん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 。あ、しん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 。おはははは。
岩のこっち回ったら、スジャラがこっちへ横になってたから、うんうん、思いっきり開いて、岩の こっちにもう一回押し戻したから、うんうん、次森引いたら行けれると思う。なるほど。今日はさえなかったら回収不可能なやつ。あと森引けば行ける可能性だから。スジャラだいぶ今弱ってるから。弱ってる。ありがとうございます。18メートルの穴の中から引きずり出しました。でかい、すげえ。回収しました。お疲れ様でした。わっしょい、わっしょい、わっしょい。ありがとうございました。おお、でかい。やりました、尾崎。よっしゃい、じゃあ、じゃあ、やった、尾崎、じゃあ僕がついて、ジョーガさんが手から救ってくれました。すげえ。共同作業です。やったね。やりました。これはでかい、素晴らしい。やったね。足が太ってる。わっしょい。俺はわっしょいです。完全に太ってます。だったら絶対無理だったわ。まあまあ深かった。深い穴の中に潜っちゃって。さあ、幻の巨大魚ゲットでございます。認定です。苦しとってますよ。すげえ。20代の最後に今回最後ラスボスを取ったのは大崎健太郎。やりました。わっしょい。これは綺麗です。太ってま す。めちゃめちゃ太い。これはわっしょいでしょ。わっしょいでしょ。願かったのジョーマさんに撮ってもらいました。あ、18メートル下の岩の下に潜り込んでるやつを連携プレー。 岩に入り込んで思いっきり引っ張ってくれて、すごい。これはわっしょい魚ゲットでございます。よっしゃ、わっしょい。着いたね。我々の戦いも終了しました。勝ちましたね。お疲れ様でした。綺麗。長崎港。はい、長崎港にもう着きます。疲れした。雨だね、最後。何かと雨に縁のある我々です。良い天気持ったわけね。え、ずっと晴れで、うん、ほとんど良かった、うん、はい、ということで、南の島から帰ってまいりました。はい、疲れした。疲れした。最後は雨となりましたけども、うん、今日以外はほとんど晴れということで。しかもまあ主ゲットしたからね。ゲットした。ゲット。主といるでしょ、あれは。達成でございます。達成です。しかも共同プレーで大崎がつき、はい、俺が18メートル下から引きずり出す。引きずり出すっていうね。結構大変な作業だった。はい。まあ、ということで今回は終わりですけれども、まあ、我々まだまだ幻の魚隠しの主を求めて旅してきますんで、楽しみにしててください。わっしょい。わっしょい。